政府の方針を携え県庁を訪れた内閣府原子力防災担当の福島武彦官房審議官。避難ルートの整備などは今後協議をして具体化すると説明しました。具体的な部分については詰めていくという内容であったかというふうに思いますので、最終的に私どもの要望に沿った結論になるようにぜひお願いをしたいというふうに思います。失礼しました。自民党県連の高橋直樹政調会長にも報告しました。我々が第一義としている安全安心、避難経路、こういった部分について前向きに協議を進めていただくということで、私の方も理解させていただきましたので、党内で議論を進めていきたいというふうに考えております。スタートラインではしかないんですけど、そこは国としてしっかり政府として考えていただいて前向きに真摯に受け止めてもらえたのかなっていうのは個人的には非常に評価をしております。新しいその規制基準に適合するという、まずその規制側の対応というのはこれしっかりやる。で、事業者もそれ以外にも自分で安全性を高める、そういうこともします。でもそれで万が一のことも対応をします。で、さらにそのご地元のご意見とかいろいろ伺いながら、ご懸念さまざまあると思います。それに対して我々としてできる限りこう対応していくということの中で、前に進めていきたいということでございます。